2007年トライアル世界選手権第一戦での藤波隆久選手。藤波隆久は三重県四日市市出身のオートバイトライアルライダー。日本人唯一のトライアル世界選手権チャンピオン。全日本トライアル選手権チャンピオン合会。1999年に全日本トライアル選手権全勝優勝を達成。ニックネームは藤波の富士と スペイン語で全開を意味するガスを組み合わせた富士ガス。1980年1月13日、モータースポーツ好きの父親のもとに生まれた。父親はその頃にトライアルにハマったばかりで、成績はさっぱりだったという。父親のトライアル仲間は小川智之の父親で、練習についていくと会う智之の自転車には補助輪がないのを見て、 二歳の高久は補助輪を取るように言ったと言う。取ってみたら乗れるようになってしまった。勤めている父親にはウィークデーにはなかなか遊んでもらえなかったが、父がトライアル用に改造した自転車で遊んでいたとのこと。父はオートバイを息子に与え、三歳の高久は早速乗りこなし、父よりも早かったという。その後高久はブラックダンにスカウトされる。 ブラックダウンとは才能がありそうな子供を集め世界チャンピオンを獲得できる日本人の育成するためと自転車トライアルでとてつもなく上手かった長男黒山健一の才能を伸ばすために黒山一郎が結成したものだ藤波隆久黒山健一田中太一、野崎文高と元メンバーは全日本スーパークラスライダーへと成長した その後、1992年中部選手権、前戦前勝などを経て、1995年、全日本トライアル最高峰クラスチャンピオンを最年少で獲得。1996年にトライアル世界選手権参戦開始。1997年ドイツ大会で日本人として二人目の優勝者となる。1999年には10歳の時の立てた目標通りに、 ランキングに獲得。同年全日本トライアル選手権全勝優勝。しかし、そこからあと一つランキングを上げることはできなかった。トライアル史上最高ライダーと言われる、ドギーランプキンが厚い壁となった。トレーナーのか田隆の指導を受けた効果も出ていた2004年は、日本グランプリ優勝をきっかけに、シーズンの流れに乗り発症。 日本人として初めてトライアル世界選手権チャンピオンとなる。4ストロークマシンに乗り換えをした2005年は不利な展開が予想されたが参照してランキング2位。2006年は乗り慣れた4ストロークマシンで2度目の世界チャンピオンに挑む。トライアルでナシオン及びインドアトライアルでナシオン順位は日本国。10歳の時に将来の計画表を作成した。 現在は実家に飾ってある。誕生日を基準にした書き込みや学年、バイク廃棄量の書き込みは省略している。ありがとうございます。